皆さんもジャリットです。今回はですね、毎週土曜日にアップしております週刊漫画売れランキングトップ30紹介していきたいなと思います。今回の期間、今年の5月9日から15日までの1週間ランキングトップ30ということで、いつまで30から10万円どんどん紹介していきたいなと思います。ということで、まあ、先週に上げさせていただいた週刊漫画売れ源動画ですとか、あと他漫画関連の動画ですね、概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひそちらもチェックいただきます。大変嬉しいです。ということで、早速ですね、30からどんどん紹介していきたいと思います。では、まず30位です。30位。ダンダダン5巻というと、こちら先週についてランクインですね。推定ルビ数19,056部、累計と102,829部、まあ、10万部を、ね、超えてきましたよという感じになっております。では、続いて29位です。29位。転生した大聖女は聖女であることを比較する、A Tale of the Great Saints 6巻。ちょっとなんか発音バグって気がするけど、こちら初動19,546部、ラノベのコミカライズかなって感じですかね。はい、では28位です。28位、桃源暗記9巻という、こちら、19,565部、累計で35,727、2週目ですね。前週が39度なんですね。まあ、今回はランクイン28位となっております。では27位です。27位、乙女芸世界はモブに厳しい世界です。8巻、モブセカですね。こちら、初動の方が23,98部というところで、コミカライズ、まあ今ね、アニメもやってますけれども、コミカライズ非常にいいってよく聞きますけどね、売り上げとしても非常に売れてるんじゃないかなと、2万部を超えてきてますよという感じになっております。では、26位です。26位。味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す。今回ね、ちょっとタイトルが長いのが、ですけれども、こちらが、ちょうどですね、22,449部。このコミカライズですよね。非常に売れてますね、こちらもね。素晴らしいという。まあ、ラノベのコミカライズ、本当にね、人気ありますからね。毎回かなりランクインしてる感じになってます。では、25位です。25位。転生貴族の異世界冒険録8巻。これもラノベコミカライズか。幕がってなんかもしかしたら違うかもしれないな。推定レベル数が23,860部。これも初動ですね。という感じになっております。では、24位です。24位。呪術廻戦19巻というのも7回目からランクインということで、今回28,483部売れまして、累計で158,5123部と売れている感じになっております。では、23位です。23位。東京リベンジャーズ27巻というところで、こちら推定部数28,965部、累計で814,082部、80万部、ね、超えてきたよという感じになっております。では、22位です。22位。ちょっと待って。信じていた仲間たちに、ダンジョン奥地で殺されかけたが、ギフト、無限ガチャで、レベル9999の仲間たちを手に入れて、元パーティーメンバー、世界に復讐&ザマンします。ということで、初動が29,700。ちょ、これタイトルの長さなんとかならんですか？これね、マガポケで連載されてた時に、コミカライズ、僕自身、1話は読んだんですけど、まあって感じで読んでないです、そこからは。まあ非常に売れている作品ではあるのかなっていう感じではありますが、ちょっとタイトルが長すぎたかなってところですね。はい、では21位です。21位、流浪に剣心明治剣客ロマンタン北海道編、流浪剣の北海道編ですね。こちら38,400部売れまして、累計で153,000部売れましたよという感じになっております。はい、結構落ちましたね。前回がね、10万部以上売れてたんで、ね、前回3位だったんですけど、今回は21位となってます。では次20位です。20位。ここからね、トップ20ですね。こちらが、転生貴族鑑定スキルで成り上がる弱小領地を受け継いだので、優秀な人材を増やしていたら最速領地になってた7巻という項で、まあ、転生貴族のコミカライズなんですけれども、推定ログ数32,744部、こちら初動となってますが、これマジおもろいです。これ僕よく紹介するかなと思うんですけど、マガポケってラノベのコミカライズめちゃくちゃあって、で、なんか異世界ものとかめっちゃあるんですけど、その中で唯一読んでるのはこれなんですよ。これマジでおもろいですよ。で、序盤のなんか仲間集めとかもとんでもない号泣必至みたいな感じで、アニメ化したらマジ化けんじゃねえかなっていうか、まあ、別にコミカライズめちゃくちゃおもろいんですけど、うまくアニメ化したらさ、めっちゃ人気なんじゃないかなって感じがしてるんで、ちょっとアニメ化待ちたいなって。で、来るのかな、どうなん、まあ、コミカライズ結構売れてるし、十分あるんじゃないかなと思うんですけど、アニメ化ね、待ってます。これ素晴らしい作品だと思ってますね。マガポケですぐ読みますんで、おすすめしたいなと思います。はい。これはタイトル長くてももういいです。まあ、おもろいけど、でも弱小領地をここのサブタイ別に入れんくていいと思うけどね。まあ、ぜひおすすめしたいと思います。では、次19位です。19位。夏目友人帳28巻って、こちらも先週についてランクインということで、こちらの方が、
34,076部売れまして、143,946部累計売れてますよという感じになっております。では次18です。MF ゴースト14巻というところで、こちら推定売部数 38,850 部累計で 86,204 部売れておりますよという感じになっております。では次17位、スパイファミリー3巻というところで、こちら、39,637 部、もう何回目ランクインだという感じですが、173,4771 部、売れておりますよという感じになっております、累計の方ですね。で、まあこれ先週よりついに売り上げが下がっちゃったんですね。12,000部ぐらい。先週は5万部超えてたので、まあ下がってしまって、ここまでずっともうアニメも大人気で、もう毎週のようになんか売り上げ伸びていくって意味わかんないことが起きてたんですけど、まあついにちょっと下がってしまった。まあ、まだまだめちゃくちゃ売れてますけど、まだ4万部ぐらい売れてるんですけど、ちょっとピークアウトした感はあるのかなって感じしますけど、まあね、多分、まあ、どの間も200万部は累計で売れてくる感じかなと思うんですけどね。ここからどうなっていくのか。まあ、もしかしたらまたもう一伸びあるかどうも、そこまで読めないですけどね。まあ、ちょっと落ちてしまった。でも17位という、さすがの、ところかなと思います。まあ、先週までずっとスパイファミリー入ってますが、今回はね、どうなるのか出てくるんですが。はい。で、16位。スパイファミリー1巻という項で、こちら、39,838 部売れまして、累計で 194,3570 部というで、こちらもね、12,000ぐらい落ちちゃったんですけども、もうすぐ、まあ来週、再来週ぐらいですかね、200万部突破するかなっていう感じかなと思うんですけど、まあ累計発行部数も多分もう2000万部いくんじゃない ?1800 万部は今ね、帯で出てるって話聞いてますけれども、2000万部の発表がいつなのかっていうのが逆に気になってるぐらいの段階になってるかなと思います。では次15位。おじさまと猫9巻という、こちら、42,43 部、これ初動ですね。まあこれ非常に作品で、ね、ドラマ化とかもされてる作品なんで、アニメ化とかもいずれ来るんじゃないかなと思ってます。次に来る漫画大賞2018でウェブ漫画部門2位とかね、2020年第4回みんなが選ぶ伝えコミック大賞2位とか、2位が多いなこれ、2021年昨年3月時点で累計部数185万部突破している、もう200万ぐらいいってんじゃないかって感じがしますね。はい。では次14位、スパイファミリー2巻って、こちら42,744部売れまして、累計で182,4361部売れてますよという感じになってます。では次13位、スパイファミリー5巻というと、こちら、初動じゃなかった。スリアル部数45,092部、累計で168万8520部売れてますよという感じになっております。では、次12位。転生したら第7王子だったので、気ままに魔術を極めます。7巻という、第7王子ですね。これ、アニメが決まってなかったっけ、これまだ。もう マガポケだと一番、で多分人気ぐらいのラノベのコミカルズだと思いますけれども、アニメ化決まってんのか、これアニメ化は決まってないのか、多分これはね、もうアニメ化来るんじゃないかって感じしてますけどね。まあ決まってないの、逆に決まってないのかって感じですけどね。転生王子じゃ第7王子だったので、気ままに魔術を極めます。こちらがちょうど 45,591 部、読売れてますね、これもね。まあ、アニメ化もかなり近いんじゃないかなと思いますね。はい。まあ、ちなみに私はちょっと読むの断念してしまってます。はい、すいません。では続いて11位、ザ・ファブル、ザ・セカンド・コンタクトさんがファブルの2部ですね。こちら、46,461部売れまして、累計で97,581部、非常に売れてますね。ファブルはちょっとやっぱアニメ化難しいのかな、まあ、ドラマ、映画化とかやってると思いますけれどもね。っていうとこですが。まあちょっとアニメ化というか、まあなんか何かしらまた見たいな気もします。原作もね、マジおもろいんでね、非常におすすめしたいなと思います。では、ここからトップ10入っていきます。第10位です。第10位。スパイファミリー7巻というところで、こちら、推定売上部数46,893部、累計で148,839部売れておりますよという感じになってます。では次第9位です。第9位。スパイファミリー6巻ということで続きます。こちら推定売上部数、47,053部で、累計で160,957部売れてますよという感じになってます。最低次第8位。第8位が、スパイファミリー4巻、スパイファミリー続きます。推定売上部数47,397部、累計で147,817部になってます。では、次第7位です。第7位。
麗しの宵の月4巻ってことは初動47,571部というところで、これ非常に人気作品で、しかもあの山森美香先生っていう方が書かれてて、この方昼中の流星とか椿鳥ロンリープラネットの作者さんとなってまして、でこの昼中の流星永野芽郁さん主演で実写映画とかされたりしてるんですね。であのこの麗しの宵の月に関しても、講談社漫画賞少女部門でのにノミネートされたりとか、この漫画がすぐ2022の女編で4位にランクインとかねしたりしてる、今非常に人気作という感じになっているみたいです。まあ少女漫画の恋愛ものという感じみたいですね。はい、というところです。では次第6位です。第6位、スパイファミリー8巻ということで48,121部売れまして、累計127,363部売れておりますよという感じになってます。やばいですね。はい、ではここからトップ5入っていきます。第1位です。第5位、転生賢者の異世界ライフ第2の職業を得て世界最強になりました16巻というところで、こちらね、非常に売れてますね。推定ルーブ数49,300部というところで、でもめっちゃ売れてんな、これラノベのコミカライズかなと思って見てたらね、今年の4月からアニメ放送ですねと思って、しかも転生賢者失格門の最強賢者と同じ作者さん新興諸島先生の作品ということで、これも累計部数500万部突破している異世界最強ファンタジーということで、すごいね、この先生。めちゃくちゃ売れてるなっていうところで。で、PV さっき拝見させていただいたんですけど、これ大丈夫なのかって。なんかね、スライムの印象が強すぎちゃって第2弾 PV 見たんですけどね。まぁ、ちょっと面白くなるかはわかりませんけど、非常に人気作。まぁ、コミカイズも非常に売れてまして、こちら初動ですね。49,300部売れてますよという感じになっております。はい。では次第4位です。第4位。ワンパンマン25巻というところで、こちら推定ループ数55,695部というところね、こちら累計で269,821部というところで、先週2位が2ランクダウンしました。今回も4位となっております。はい。ワンパンマンさすがですね。では、ここからトップスライドいきます。第3位です。第3位。可愛いだけじゃない式守さん13巻最新巻が初動55,723部売れまして、3位にランクインおめでとうございますということで、まあ、式守さんもね、アニメをいろいろ売ってますが、さすがの原作売り上げ。まあ、ラブコマでね、初動で5万たぶん叩きましたら、もう本当に凄まじいものだと思うんですけども。前巻がね、12巻の方が初動48,533万で、まあ、期間もちょっとね、2日間多いんで、こっちの方が。フルなんで、その分もあると思うんですけど、初動もむしろ伸びていると言っても、アニメ効果もね、出てきてるのかなって感じはしてますけれどもね。式守さんの最新巻が55,000部売れまして、第3位という形になりました。アニメね、今週も今日の深夜本当は放送あるんですけど、ちょっと一旦休みで特別番組とかやるはずなんでね、また7話以降の放送も楽しみにしたいなというところです。では次第2です。第2位、スパイファミリー9巻ということでね、こちら初動63,916部、こちらでもうね、5週連続ぐらいか、トップ30全巻入りランクインということで、もうアニメ化からずっとね、トップ30に毎週もう全部が入ってるっていう、もうとんでもない意味のわからんね、記録を出し続けてスパイファミリーですが、こちらもね、さすがに9巻はずっとさすがに下がってたんですけれども、もともと10万部ずっとね、これまでは売れて、10万部以上売れてた中で、今回は63,916部で4万部ぐらいグワーンと落ちちゃったってところですけどもね、累計で1,174,562部売れてますので、8巻と9巻もほとんど売れ変わってないですよ。もうほとんど9巻の売上がそうすると8巻追いつきそうなぐらいの勢いになってきてますけれども、まあ、全体的にはね、1週間の売り上げは、すでに落ちてきてしまって、この最新刊の9巻も、4万部ぐらい一気に落ちちゃったってことはあるんですけど、まあ、依然と非常に売れてましてね。まあ、もう毎週のようにアニメが放送始まってから、ずっとランクトップ30全巻がランクインしていて、もう公式ファンブック、まあね、今回ランク入ってませんけれども、これが、ね、38位ですね。15,132部売れているというと、公式ファンブックも非常にまだまだ売れているというところね。凄まじい結果記録となっておりますが、今回は最新刊が第2位となっております。はい、そしていよいよ第1位発表していきます。第1位の作品はこちらです。第1位、僕のヒーローアカデミア34巻、ヒロアカ最新刊が2週連続第1位、84,639部売れましたというね、累計売り上げ数で50万部超えまして、53,2955部、さすがヒロアカというとこかなと思いますけれどもね。
まあ、今週正直全然的になんかその 新刊でめっちゃ売れたっていう作品がなかったから、まあ、全体的にランキングとしては寂しい感じもしましたけどもね、ヒロアカが2週連続の1位さすがの記録を打ち立てて、今回ランキングはね締めたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。来週以降も引き続きこの週刊漫画裏ランキングトップ30紹介していきます。それ以外もね、僕自身漫画の動画も上げてますし、あとアニメの感想ランキング上とか、ラノベに関する動画もたまに上げてますので、ね、この機にチャンネル登録高評価もしてみます。大変嬉しいです。ということで、まあね、やはりアニメ化作品、まあ、今後アニメの放送される作品とかね、どんどん盛り上がってきて、スパイファミリーもね、さすがにちょっと売り上げが落ちていっているのが依然として凄まじい結果記録を残してます。四季森さん最終回3位という、こうね盛り上がってきてんじゃないでしょうか。ということで締めると本当ですね、皆さんこれご視聴いただきありがとうございました。